米女子ゴルフツアー、全米女子オープン、第3日、1日、米ペンシルベニア州、ランカスター CC、パー70。5打差5位から出た渋野日向子、25イコールサントリー、が、10秒の奇跡、を起こして首位と2打差の4位と、5年ぶりのメジャー制覇を視野に入れた。第3ラウンドの14番パー4。バーディーパットはカップの縁に止まった。不運なパーと思われた、その時。 ボールはゆっくりとカップに落ちた。その間10秒、渋野は渋子、スマイルを全開にして喜んだ。この時点で通算2アンダーとして、首位に3打差とした。結局、この日ベストスコアとなる66をマークし、首位と2打差の4位で第 3R を終えた。前日の第 2R は3バーディー、3ボギーの70で回り、通算1オーバー141。 首位と5打差の5位で決勝ラウンド、R に進出。メジャーの全米女子オープンでの決勝 R 進出は4位に入った2020年以来4年ぶりとなり、ちょっと衝撃と驚きを隠せなかった。無理もない、今季は9戦中6戦で予選落ち、直近の出場大会も2戦連続予選落ちと苦闘していた。 今大会前にドライバーとアイアンのシャフトを以前使用していた柔らかいタイプに変更。これが好を奏した。残り1日2019年全英オープン以来のメジャー優勝へ悔いの残らないプレーをして見ている人が楽しめるプレースタイルを心がけたいと最終日の渋子劇場を約束した。